Street Fighter 6. よし。ガイル、ガイル、ガイル。難しいな。さあ両者準備は OK。 では早速見ていきましょう。さ楽しめそうじゃん。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。ジャンプ攻撃はしっかりガード。ここからプレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。一進一退のまま試合は中盤へ。大きく試合が動き出すか。さあワンチャンスで倒せる体力が近づいてきた。
地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。さあ、飛び道具を見せて、何が起きてもおかしくはない状況。ここはうまくチャージした。仕切り直す、アタック KO。 プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ラウンド2ファイト。開幕から襲いかかった。ここから何が起きる、次のラウンドが始まる。 TCK で攻防を伸ばす。なるほど、あまりにも危険な地上戦が続く。これはいい切り返しとなった。プレイヤー1、ゲージ管理が難しい、ドライブはしにくい。値千金の入れ替えとなる。一息つけ、おっと、これは読んでいたか。サマーをお見舞い。この勝利は精神的に後引く大きな一勝になる流れ。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。遠距離なのでひとまず飛び道具。さあ、ここは飛び道具でプレッシャーをかけていく。追い詰めてからの玉打ちでプレッシャーをかける。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。プレイヤー1、まずは体力をリード。攻守の役割は見えている。投げは届かず、しっかり反応できている。空中ならヒットしてもコンボにはつながらないので、たとえ外してもリスクが低い。この距離は飛び道具を使う。次はどの引き出しを開けるか。なるほど、体育出るね。ショートで差し合う距離、リーチの差を生かすか。なるほど。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。やる気満々の開幕。玉ターゲットコンボを叩き込む。ここはゲージを使って SA 選択。まとまったダメージが欲しいか、そのまま勢いに乗るか。空中迎撃、良い距離にいた。プレイヤー2、状況は悪くない、どう生かすか。ゲージの運用どうするか。プレイヤーの腕の見せ所、近づくのすら怖い。両者体勢を整える。弾力が問われる状況になった。この距離投げる。プレイヤー1、ここでフィニッシュ。アップない。さあ、次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。ファイナルラウンド、まずは上から行くのか。前に出て SA、 ここからが正念場。さあ、ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。なるほど、確実にお互いが削れているぞ。スレッバーアウト、意図していたか。スーパーズ、ゲージを世に抜かりなし。この一撃は勝敗を大きく左右しそうだ。いい形でうまく投げが通った。うわー、届かない。ここでダメージ、重圧がかかる。プレイヤー1、負けちゃった。プレイヤー2、緊張感が伝わってきた。よく勝った。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。そっか、ふんだんにドライブして投げは当たらず。試合は始まったばかり。まずは様子見か。相手の動きを見極めてどこから崩してみせる。さあ、差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。ここはしっかり暴れて流れを切る。危険な状況になっている。ミス KO まで。プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ラウンド2ファイト。大胆にチャージする。プレイヤー、この切り返しはケアしていた。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。互いのドライブゲージはわずか、何に使う。ミスった。前に出る、上から来た。
ここで SA 試合を動かしに行く。そのまま勢いに乗るか。ダウンから、うわー、こいつうまいね。合わしてきたか、合わしてきたか。やるしかない、駆け抜けるしかない状況。ファイトラウンド、今日ついてチャンス。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。序盤の攻防戦、どちらが仕掛けるか。試合が始まったばかり、まだ、おっと、これは読んでいたか。サーバーをお見舞い。互いの戦士、はい、ここからが勝負だ。あら、まあ、この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。気持ちよかっただろ。SA がヒットオーバードライバーズ、ここからチャンスになるか。一瞬で危険な画面端でバウンド、意図していたか。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。弾力が問われる状況になった。大きく距離が生まれた。両者どうする。ソニック、ソニックブレードで自分のターンに。プレイヤー1、ドライブなしで迎撃成功。うわ、マジか、間違えた、間違えちゃった。 SA 出なかった。 SA 出なかった。お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。ミッションに取り組む。まあ、DJ どうかな。さあ試合開始。実況解説は R でお願いいたします。プレイヤーは相手を壁に押し付けられ、壁を追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。お互い引く気はないか。いや、強っ。うまくゲージを運用してチャンスを広げていく。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。互いの呼吸を読んでいるか。ソニックで牽制する。仕切り直す。アリアナを先に通すのはどちらだ。 SA にゲージを増す。鮮やかな逆転、わずかなチャンスを生かしきった。プレイヤー1、まずは先制、しかし気は抜けない。ラウンド2ファイト。上から来た。ブレードでラインを上げていく。プレイヤー2、先ほどはドライブゲージが常に少ない状態が敗因となった。ゲージを制する者は勝負をも制する。このラウンドはどう出るか。追い詰められてしまった。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。クリア、ドライブラッシュで前に出る。なマジか、前を詰めてきた。互いのドライブゲージはわずか、何に使う。ここで飛んでいる。どう崩して、ここを投げで大きなダメージを取っていく。さあ逆転の壁際、投げフィニッシュ。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。ミスった。チャンスにダメージを与えていく。コンボの後どう展開する。大きく間合いを取って、ここからどこから試合は動き出す。プレイヤー2、さあ追い詰めた。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。プレイヤー1、ドライブゲージの運用が難しい状況。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2ファイト。下から打ち抜いた。ターゲットコンボを叩き込む。さあ画面端も入れ替えて、うまく出し抜いた。
プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。ジョスクナイスパルよね。ダウンからうまく切り返して、プレイヤー1、ゲージがゲージを使う判断、どうなるか、来るか、起死回生のドライブとなるか。体力差はある、しかしどうにでもなる状況。 KO。 さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。ファイナルラウンド、さあ勝利を手にするのはどっちだ。飛んでいる。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。一瞬で攻めすぎじゃない。クリアス、しのげるか。ダメスト。あっちゃー、やっちゃった。やっちゃったー。またミスったー。まあしょうがないか。反力を存分に見せつけた一戦。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。ソニックで牽制する。弾で状況に変化をつけるか。さあ逃げ場はなくなった。どうして、壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。激しいつばぜり合いが続く。ここは投げを見せてガードを崩す。ざけんなお前。ざけんな。ここから試合は終盤戦。緊張感が増していく。プレイヤー1、ドライブゲージが戻るまで調子んな。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2、ソニックを打って、序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。プレイヤー1、先ほどのラウンドから近距離の読み合いには勝てている印象。この勢いを止めずにいけるか。お、サマーソルトで切り返す。 TC を使ったコンボルート、ここで SA、 試合を動かしに行く。ターゲットコンボを選択。落ち着いている。甘い甘い甘い。盤石の立ち回りで危なげなし。中盤中盤。もう端っこに追い込まれたらインパクト打つっていうのが。マリーザだ。両者の対決が果たしてどのようなドラマを生み出すのか、刮目せよ。一発やるか。注目のファーストラウンド、何が起きる。お、早いね、インパクトです。落ち着いて切り返し、素晴らしい対応を見せる。激しいつばぜり合いが続く。ダウンさせる。プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。こかしてからの、プレイヤー1、ドライブが使えない、バーンアウト状態だ。体力差はある。次はどの引きで、あれ投げでとどめを刺した。あれれ、プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2、序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。プレイヤー2、さあ追い詰めた。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。プレイヤー1、体力的にはアーマーをうまく合わせていく。さあ近距離の攻め、さあこれは読んでいたか。アーマーをうまく利用する。受け止めつつ攻撃する。お、どうなるか。さあここで、でもちょっとそれは残るんだよね。プレイヤー2、このスーパーアーツで決着攻撃が通せ。KO。 最終ラウンド、ここ一番がやってきた。大丈夫かそれ。ブレイドを縦にするか。
さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。飛びの奥で牽制する、頭上のガラキー、ゲージを貯めたい、ナヤスーパーワーツ、ゲージ運用に抜かりなし。フレギア2ドライブゲージで逆転ジャンプ攻撃が通す、完璧な内容で倒しきった。ドライブゲージの運用が特に印象的だった一戦、思考スピードは素晴らしい。なんか俺わざ飛ばしてるな。Here comes a new challenger. さあ両者真剣な面持ち、その目には何が映っているか。さあ試合開始、実況解説は R でお送りします。良いタイミングで刺さった。プレイヤー2まずは体力をリード、若干の体力差はついたがまだまだ。コンボを叩き込む。さあダウンから、お互い引く気はないか。ここで SA 火力を上げる、仕切り直す、ダイヤ縛らいが伸びる。ここは投げを見せてガードを崩す。KO プレイヤー2ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2ファイト。危ねえ、ラインを上げつつダメージを取る、しっかりコンボ相打ち、捕まえて投げ飛ばす、心の隙間を塗って大きなダメージに変えた。プレイヤー2ここは我慢の時間帯に寝そう。怖い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 。ここはスパイク、どうにでもなる体力差、ここでしっかりとドライブインパクト、ここでゲージを使っていく、倒しきり見えている。でもそれ使うの早かったよね。フィニッシュ、使わん方が良かった。さあ勝利を手にするのはどっちだ。パーディゲージを使ってきた、当たらない、大きな隙を探すぞ。えっ、ここはスパイク、あまりにもきつい、だからこそチャンスはある。次はどうする、逆転は難しい状況。読み合いが回る中でよくぞ踏ん張った、弾力を存分に見せつけた一戦。ほい、聞こえなかった。なんか俺いじった、あれ。 Here comes a new challenger.戦術よし、戦略よし、全部よし。さあ始まる。注目のファーストラウンド、何が起きる。弾で様子を見るか。上は通さず、どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。ここからジャンプが噛み合って、打つかすかすか、踏み込むか、地上の駆け引きの間合い。飛びは通さない。さあダウンから、意識のアンテナは上にも張られていた。さあうまく切り返して仕切り直す、体力 KO まで。プレイヤー1、体育出るのうまいな。この精神的優位を生かせるか。相手の飛びはしっかり対処、ここからリズムを作れるか。プレイヤー2体力を先行して展開のゲージを使う判断、どうなるか。そのまま勢いに乗るか、ダウンから危険な距離受け止めたら SA にゲージを回す、使っていくか、当たったね、きっちり落として、どうにでもなる体力差、逆転の青写真はこれは当たらず。さあこれは痛いぞ、どうなる。
ヤワン、ドライブなしで気合でしのげるか。ソニック、ここは球打ち、ベースを変える。どちらが勝つか。ソニックブームが来る。球が当たった。ダメだよ、意地が垣間見えた。あれでグラディウス打たれたらちょっとワンチャンあったかもしれんけど。さあ両者真剣な面持ち、その目には何が映っているか。さあファーストラウンド注目していきましょう。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。プレイヤー2、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。仕切り直す。プレイヤー2、バーンアウトをしのげるか。さあコンボはきっちり。さあダウンから一旦仕切り直しの間合いを作った。さあ逃げ場はなくなった。届いた。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。立ち上がり飛び道具を使ってリズムを作るか。この曲は飛び道具を使う。飛びは通さない。両者何を狙ってどう動くか。上から来た。ここで S、 試合を動かしに行く。そのまま勢いに乗るか。 TCK でコンボを伸ばす。ソニックを打って遠距離での様子見。両者はこの時間どう使うか。プレイヤー2、相手を圧倒している。ソニックで牽制する。ここでバーンアウト。さあこの切り返しはケアしていた。まるでさらにプレッシャーをかける。ここで入れ替え。しっかり抜けて壁の重圧を利用した。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。やる気満々、頭上のガーキー。さあゲージ3本使ってクロスファイヤーサマーソルト、ソニックとサマーの合わせ技。ここからが大事。プレイヤー2、わずかなリードが大きなアドバンテージを生むか。どうにでもなる状況、お互いどう展開を作るか。プレイヤー1、 SA ゲージ有利。さあここから、この状況からオーバードライバーゾーンであるのか。プレイヤー1、ゲージをうまく使って勝利への青写真を描くことはできるか。この距離は危ない。大きく距離が生まれた。飛びは落とす。いやーこの体力差きついか。さあ壁際の攻防が始まる。さあ KO。 プレイヤー2、さすがの立ち回り。まだまだやる気満々、連戦がお互いを高めていく。ソニックを打って、ここは投げを見せてガードを崩す。投げを迫る間合いにうまく入れている。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。ここで SA、 火力を上げる。こかしてからの KO まで。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ここでドライブ。ここから何が起きる。次のラウンドが始まる。プレイヤー2、先ほどのラウンドから近距離の読み合いには勝てている印象。この勢いを止めずにいけるか。ゲージに差がある状況を活かせるか。ゲージの運用をどうするか。プレイヤーの腕の見せ所。ここで S、 試合を動かしに行く。さあ近距離のポット、これは読んでいたか。サマーをお見舞い。 KO。
プレイヤー2、一気に勝負を決めた。トイレ行きたい。一旦ね。よし、どちらが勝つか意地とプライドがかかった一戦、いってみましょう。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。位置が入れ替わって攻守が逆転。なるべく壁は背負いたくない。さあなんとか壁際は回避できたが、まだ予断は許さない。仕切り直す。大きな体力差になったが、ドライブゲージが希望となるか。次はどの近いね。プレイヤー1、先に1本もぎ取った。対空出ないのダメなまま行きたいところ。蹴り下ろす。ここまでの動き、これはいい切り返しとなった。球で状況に変化をつけるか。相手が地上にいるときだけ球を打つ。この球打ちには年季が感じられる。投げを使ってガードを崩す。確実にダメージを与えていく。ここでエセ、試合を動かしに行く。一気に畳みかけたいところ。一息つく。おっと、これは読んでいたか。サマーをお見舞い。プレイヤー1、バーンとしている。これは厳しいか。飛んでいる。さあ壁際の攻防が始まる。 SA にゲージを回す。使っていくか。ここでフィニッシュ。プレイヤー1、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。連続技をしっかり決めていく。この反撃はケアしていた。投げを迫る間合いにうまく入れている。さあ飛びはきっちりガードで対応。焦らずどっしり構えている。ジャンプ攻撃はガードをさせた側が有利なので、なるべくスピードで打ち落としていきたいところだが、弾で状況に変化をつけるか。飛び道具はリスクは高いが、飛ばれなければ最強の地上技となる。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁から逃さないことを優先。なるほど。前に出る。バーンとしている。こかしてからの
プレイヤー1、ドライブゲージが尽きてしまったが KO まで十分射程圏内 KO。 プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ラウンド2ファイト。まずは上から行くのか、うまく投げていった、ワンステップ、これは空対空で対応していく。空中ならヒットしてもコンボには繋がらないので、たとえ外してもリスクが低い。ソニックで牽制する、どう崩していくか。ソニックを打って、プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。ダメージの状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。プレイヤー1、これで体力は5分、一気に追いついた。ゲージを使ってきた、いや当たる、鮮やかな差し返し、苦しい、ここでフィニッシュ。プレイヤー1、見事な勝利。この調子でめっちゃポイント稼ぐやん。早すぎる、全員シルバーいっちゃうこれ。ガエルガエル、なんわあ、クラシックガエルだ。やりにくいが負けたくない。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。ジャンプが噛み合って、さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ、壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。終盤戦、状況は苦しいが勝機を見つけ出せるか。手を出し合った両者、ここからどう動く。弾を打って時間を使っていく。ここは前投げ、壁の地獄は続く。さあダウンから撃成功、対空フィニッシュ。クラシックの方が強いか、やっぱり。この精神的優位を生かせるか。手の内はある程度見えた、両者は今何を思っているか。っしっかりサマーソルト、相打ち。ここは空対空を使う、素晴らしい反応。体力から見るにここが中盤戦といったところか。ここでバーンアウト。プレイヤー2、ドライブゲージがないこの状況、前ジャンプを仕掛けるか。マージで戻ってきた両者、危険な距離で殴り合う。プレイヤー2、ドライブなしで気合でしのげるか。わずかなミスが命取りになる状況、どこを見る。ここで弾を打つ、ソバットで牽制しつつ、フィニー。くっそー、シートが参ったのに。プレイヤー1、同キャラ戦を生き残った。このままでは終われない、再戦を選択。次はどんな展開となるか。しっかりサマーソルト、ここは飛び道具での牽制、圧力をかけていく。追い詰めてからの玉打ちでプレッシャーをかける。プレイヤー2、ドライブゲージの運用が難しい状況。さあ一気に壁際に連れ込んだ、こかしてからの、プレイヤー2、ドライブが使えない、バーンアウト状態だ。値千金の入れ替えとなるチャンスが訪れる。プレイヤー2、ここは KO まで。いや勝てんな、クラシックのやつ。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。開幕から襲いかかった、ソニックで牽制する。こういうやつにジャンプ攻撃を引っ掛ける。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。あ、もうマジで一息つける、受け止めつつ攻撃する。バーンアウトしている。 SA にゲージを待つ、使っていくか。飛びはバレバレ、上はダメ、前ジャンプを仕掛けるか。両者体勢を整える。プレイヤー2、ドライブなしで気合でしのげるか。ここで弾を打つ、苦しい状況、ひとまず距離を取る。トリックパンチャーで状況を良くしていく。ここで距離を取るか、弾が当たった。
さあ次でファイナルラウンド。危ねえ。勝ち筋は見えているか。まずは上から行くのか。あとはない。全てをさらけ出して勝利を。うまく切り返して、メッセージ性の高い一撃になった。上から来た。これはドライブ。プレイヤーはこの画面端でどうやって両立。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。次はどうする。目の前へと前ジャンプを仕掛けるか。プレイヤー2、ギリギリのドライブ管理できるか。ソニックブームが来る。この場合では空っぽ。ここで投げに行く。うわー、ここは出し惜しみはなし。出血大サービスだ。ダメージ計算ゲージ管理バッチリ。プレイヤー2、最後まで目が離せないギリギリの試合だったが見事勝利をもぎ取った。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。さあこれは痛いぞ。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。手を出し合った両者、ここからどう動く。ダメだ、何もできん。クソ。プレイヤー1、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。ここで飛びが通る。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。サマーを一つ。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。受け止めつつ攻撃する。プレイヤー2、ここは我慢の時間帯になりそうだ。飛び道具でダメージを取りたい時間帯か。間髪入れずに打っていく。チャンス、頭上がガラ空き。この逆境、逆転の苦しいところ、わずかなゲージを使っていく。プレイヤー1、この画面端でどうやって料理するか。上は絶対に通さない。もうここでバーンアウト。サマーソルト、危ねえ。見逃さない。危ねえ。次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。まずは上から行くのか。ソニックで牽制する。プレイヤー1、壁のサマーソルトで切り返す。弾を使って相手を動かす三段か。頭上がガラキ。オーバードライバー、クロスファイヤーを狙っていた。これは大きな一撃。ドライブラッシュで勝負をかける。両者対戦、ここはサマーで勝負していく。ドライブして逆転。おーっしゃー。プレイヤー2、同キャラ戦を生き残った。あっぶねー、マジで。Here comes a new challengerさあこのマッチアップどうなるか、展開に注目していきたい。さあファーストラウンド注目していきましょう。さあダイヤ入って、ここからプレイヤー2、まずは体力をリード。若干の体力差がついたが、まだまだ手を出し合った両者、ここからどう動く。分耐久して状況を変えていく。ここは飛び道具で牽制。飛び道具はパリーでしのぐ。次はどの引き出しを開けるか。中足がヒット。強い、この距離強い。先に一本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。マイステップ、前投げ。まだ壁際有利は変わらない。画面端の投げの強さを生かす。変戦輪での切り返し、当ててきた。来るか。危険な距離での殴り合いが続く。ソニックで牽制する。試合が硬直したか。水面下で何が起こっている。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。体力差はある、しかしどうにでもなる状況。しっくり。いや勝てんかった。プレイヤー2、見事な勝利。
この調子で連勝街道を築けるか。なんで勝ち逃げや、最悪。勝ち逃げすんだよ。勝ち逃げきちー。あれ？何画面真っ暗？通信エラーまあ。両者この一戦に何をかけるか、いってみましょう。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける、ダウンさせる。うまく壁を使って形勢逆転できるか。壁際は拒否する。ターゲットコンボをしっかり決めていく。少ないドライブゲージを活用していきたいところ。ここは攻めるか、一旦守るか。リズムを整えるかのようにお互いが様子見をしている。プレイヤー2、ドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。体力差はある。さあここからこのスーパーアーツはどうだ。スーパーアーツを使っていくが重すぎ KO。 プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2ファイト。いきなり仕掛けた。先ほどのスーパーアーツにゲージを使っていった。一気に畳みかけたいところ。互いの制空権が触れ合い続ける。上から来た。投げてサマーソルトで切り返す。プレイヤーはうまく投げが通った。来るか。さあここは OD 伝承局、無敵をうまく使った。どうにでもなる体力差。逆、ここでフィニッシュ。プレイヤー1、ソニックの勝利。この調子で連勝街道を築けるか。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。ジャンプ攻撃への警戒は十分。さあ試合の序盤、どう崩していくか。飛び道具で相手を動かしていくか。相手が地上にいる時だけ弾を撃つ。この弾打ちには年季が感じられる。この距離は弾打ちで牽制していくか。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。さあダウンから。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。壁から伸ばさないことを優先、徹底している。次はどの引き出しを開けるか。これはいい形で入れ替えた。ジャンプ攻撃への警戒は十分。アリアナを先に通すのどちらだ。倒しきる。プレイヤー1、最初に強いスタート。噛み合わせはいい。ラウンド2ファイト。様子見の開幕飛び道具か。ここから何が起きる。次のラウンドが始まる。おっと、これは読んでいたか。サーマーをお見舞い。ダウンからスーパーアーツにゲージを使っていた。飛んでいる。ここでバーンアウト。試合が動くぞ。プレイヤー2、このバーンアウトはかなりきついか。ここで位置が入れ替わる。頭上のガラキ。この距離は危ない。上から来た。さあ気候症を発動。ゲージを1本使っていく。プレイヤー2、起死回生を発する。さあ壁際の攻防が始まる。このスーパーサポートフィニッシュ。ガー最
最終ラウンド、ここ一番がやってきた。まずは上から行くのか、これはドライブ、百裂キャップでボディテンション決めてしっかり切り返す。サマーソルトキックが待ち受ける、頭上がガラ空き、どうなる、ここで急ブレーキ、反撃はガード、プレイヤー2 SAG 叩き落とす、これは抜け出せない、苦しい前はサマーが頼りになる。プレイヤー、さあこれは痛いぞ、次はどうする、迎撃成功の形、プレイヤー2ドライブなしで気合でしのげるか、前飛び投げ、さあここからジャンプ攻撃が通って大きなダッキッチャー、プレイヤー1、これチュンリーじゃねえ、キョンキョン飛び回るのチュンリーじゃねえ、CR カップ6時からよ。両者気合は十分、この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。次ジェイミーも使ってみたいんだよね。負けても泣くなよ。注目のファーストラウンド、何が起きる、ここは安全な距離から球を打って様子を見る、距離を離しても相手の行動をコントロールしていく、プレイヤーはまずタイプリード、両者次はどうする、打つかすかすか踏み込むか、地上の駆け引きの間合い、プレイヤー1さあ追い詰めた、しっかりと切り返していく、ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく、ここでバーンアウト、時間だけがゆっくり過ぎていく、ソニックで牽制する、投げは空を切る、最後はカウンターで KO、 相手の動きが手に取るように分かっているのか、プレイヤー1ラウンドを取って圧力をかける、このままいけるか、いきなり仕掛けた、ここまでの動き、そしてここからの動きが大事、さあマシンで余裕を貯めつつ、なんとか端から押し返した、攻めのドライブラッシュ、一気に間合いを詰めてきた、さあここはうまくドライブ超級タイム、体力から見るにここが中盤戦といったところか、この切り返しはケアしていた、流水拳を叩き込んで、プレイヤー2丁寧に有形、あらいきなり強くなったよ、次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか、ファイナルラウンド、ソニック、ファイナルラウンド最後に笑うのはどっちだ、球を打つ、じっくりとタッチジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか、クロスファイヤーを狙っていた、これは大きな一撃、なんとか中央へ押し返すことに成功、プレイヤー2 SA ゲージ有利、危険な距離だが、ブレイドを縦にするか、上はダメ、どうなる、どんどん溜めていく、まずゲージを使ってきた、プレイヤー上級隊を撃っていく、どうにでもなる体力差、バーンジャンプを仕掛けるか、もう被弾は許されない、これが魔法の弾、プレイヤー1この激戦を制した、いや見応え十分、素晴らしい試合でした、このままでは終われない、再戦を選択、次はどんな展開となるか、隙あらばマシン、
ここで一気に壁までもつれ込んだ。ライオンをしていくことで有利な状況を作っていく。打つかすかすか踏み込むか、地上の駆け引きの間合い。プレイヤー2、ドライブゲージがなくなりそうだ。これは苦しいぞ。さあドライブゲージを切らしてガードの性能が落ちた状態となっている。プレイヤー1、画面端を KO。 プレイヤー1、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ラウンド2、ファイト。開幕から襲いかかった。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。流水脚を選択。横の切り返しはケアしていた。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。残りわずかな体力。ドライブゲージに名変化してきた。ここで投げに行く。ジージンとした周りで先に仕掛けるのはどちらか。流水拳。苦しい周りはサマーが頼りになる。超カウンターでとどめ。危ないな。見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。危なかったに。お互いのプライドをかけたこの一戦、見ていきましょう。どうぞよろしく。スタートだ。ラウンド1、ファイト。さあ開幕、両者はどう動くか。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。位置が入れ替わって攻守が逆転。なるべく壁は背負いたくない。あれ、コマンド投げを選択。ジャンプ攻撃への警戒は十分。一心刹那の攻防。なんで PC を使ったコンボルート仕切り直す。なんとかして触りに行きたいが間合い取りが絶妙。さあダウンから。プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまで我慢の時間帯。粘れるか。お互い後はない。危ねえ。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2、ファイト。ソニックで牽制する。両者の気合は見て取れた。ラウンドが重なる。上から来た。受け止めながらダメージを使う判断、どうなるか。ダウンから飛んでいる。こいつはふんだんにドライブして投げる。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。この距離は危ない。気合、ここでゲージを使っていく。倒しきり、見えている。どんな弾力してんだ。届いたか。もうやるしかない、駆け抜けるしかない状況。ファイトラウンド、ファイト。開幕前飛び。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。おっと、これは読んでいたか。サーマーをお見舞い。確実にお互いが削れているぞ。苦しい場合はサーマーが頼りになる。やっちまった。プレイヤー2、ギリギリの圧倒的なダメージ、圧力がやばい。さあこれは痛いぞ。あとは投げをすかる。え、前ジャンプを仕掛けるか。これは見逃す。どうも3、わずかなミスが。くそくそ。プレイヤー1、実力差はあった。見事勝利。そっからがお前ジャイアントキリング。まだまだやる気満々。
電線がお互いを高めていく。頭上がガラキ、これはカウンターになった。試合全体を通して投げレベルを調整していきたいところ。どこから投げを仕掛けていくか。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。手を出し合った両者、ここからどう動く。互いに与えたダメージはほぼ同じ。ここから試合は中盤となる。位置が入れ替わる。攻守が逆転する。渾身のインパクトは届かず。ここでマジか、マジでおかしいな。貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。開幕から襲いかかった。これは空対空で対応していく。これで画面端マネージュ大胆に仕掛けてきた。プレイヤー1、丁寧に受け止めつつ攻撃する。オーバードライバーズで SA にゲージを回す。使っていくか。そうやん、カノドゥで大きなダメージ。バレーと柔道のコンビネーションを決めていく。サマーソルトで切り返す。プレイヤージャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。さあこれは痛いぞ。プレイヤー2、ドライブゲージが戻るまでは下手には動けない。受け止めながら、やばい、圧倒的なダメージ。アス、わあ持ってた。やらかしちゃった、マロン強かった。マロン強かった。なんとミラーマッチ、互いにやりにくいが負けたくない。さあ開幕、両者はどう動くか。さあで様子を見るか。さあ試合は序盤、どう崩していくか。大きく前を取って、ここから一旦距離を離して戦況を分析。次の狙いはどこに定めるのか。ジャンプから仕掛けていった。両者次はどうする。ドライブゲージと体力はまだある。プレイヤーは相手を壁に押し付ける。ジャンプ攻撃を引っ掛ける。プレイヤーはドライブゲージの運用が難しい状況。弾で状況に変化をつけるか。さあ出てプレッシャーをかけつつも、しっかりサマーソルト、サマーソルトで切り返す。プレイヤー1、受けよー。プレイヤー1、先に1本目、さっき戦ったよね。勢いのまま行きたいところ。ソニックを打ってドライブインパクトの隙を狙えるか。ギリギリの戦いを見せた先ほどのラウンドから両者どう策を練っていくか。ここまでゆっくりとした立ち上がり。おっと、これは読んでいたか。サーマーをお見舞い。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。しっかりサーマーソルト、互いの制空権が触れ合い続ける。ソニックブレイド、対応を迫るか。プレイヤー2、わずかな体力だがドライブで上は絶対に通さない。ここはサーマーで勝負していく。弾力が問われる状況になった。ここでフィニッシュ。プレイヤー1、同キャラ戦をくぐり抜けた。やめられた、逃げられたか。両者の対決が
果たしてどのようなドラマを生み出すのか刮目せよ。あら、どうぞよろしく。さあ開幕、両者はどう動くか。さっきのマンね、生で揺さぶりをかけつつ様子見か。飛び道具を使って遠距離でも息つく暇は与えない。手を出し合った両者、ここからどう動く。さあ飛びはきっちりガードで対応、焦らずどっしり届いた。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2ファイト。開幕から襲いかかった。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。 SA にゲージを回す、使っていくか。フォアで大きく蹴り上げて、おっとこれは読んでいたか。サマーをお見舞い。プレイヤー1、わずかな体力だがドライブできれば勝機はまだある。追い詰めたこの状況を。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。みんな逃げるやん。JP 来たー、 JP 来ちゃー。さあ両者真剣な面持ち。そのクラシック JP か。注目のファーストラウンド、何が起きる。ひとまず相手の出方を見る構えか。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。ここは切り返していく、素晴らしい対応を見せる。プレイヤー2、ドライブゲージがなくなりそうだ。俺は苦しいぞ。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。プレイヤー2、画面端を維持する KO まで。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ジャンプ攻撃を引っ掛ける、飛んでいる、飛びで攻めるか。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。さあ受け止めながら、ターゲットコンボを選択、落ち着いている。ストリボーグからジャンプ攻撃が通って KO。 プレイヤー2、見事な勝利、ね、この調子で連勝街道を築けるか。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。ここはガードでしのぐ。さあ一気に壁際に連れ込んだ。ラインを押していくことで有利な状況を作っていく。飛びをガードして上は通さず、空中投げ、上を見ていた。 TC を使ったコンボルート。両者ドライブゲージを積極的に活用しての攻防、やる気満々だ。投げは空を切る、かなり体力 KO。 プレイヤー2、まずは流れを作った。このリズムのまま倒しきれるか。立ち上がり、飛び道具を使ってリズムを作るか。トリグラフ、ここで飛びが通る。手を出し合った両者、ここかゲージを使う判断、どうなるか。食うか、レッサー飛んできた、ラブシュか。さあまとまったダメージが入るぞ。ここから、プレイヤー1、このスーパーアーツで形勢は互角。ここからが正念場だ。玉打ちからきっかけを狙っているか。プレイヤー2、ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。プレイヤー2、いいリズム、 3KO。プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝街道を築けるか。まあいい感じではあるけど、まあやっぱり結局マリーザかな。マリーザ
戦術よし、戦略よし、全部よし。さあ始まる。さあファーストラウンド注目していきましょう。ここは安全な距離から弾を撃って様子を見る。距離を離しても相手の行動をコントロールしていく。プレイヤーはまずは体力をリード。勝負はまだまだこれから。どうなるかわからない。プレイヤー1ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか仕切り直す。プレイヤー1ドライブできない苦しい時間。KO! プレイヤー2ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。いきなり意志を感じる突撃だ。ターゲットコンボを叩き込む。受け止めつつ攻撃する。こいつインパクト注意だな。サマーソルトで切り返す。プレイヤー1ゲージ管理が難しい。ドライブ難しい。なんでどうしていたのか。相手をコントロールしてのパニッシュカウンター。お見事。勝負の一撃噛み合わない。さあここでエース試合を動かしに行く。さあゲージ3本使ってクロスファイヤーサマーソルト、ソニックとサマーの合わせ技。プレイヤー1ここから一気に勝負の一撃だったが届かず。しのいだ。試合の終盤、ここからの一発はもらえない。飛び道具で弾が当たった。もうやるしかない。駆け抜けるしかない状況。ジャンプ攻撃は可能。なんとかしのいだ。これは見逃す。中足論法受け止めながら、ここはどう出る。上は絶対に通さない。ランベンセ打撃投げが刺さる。マラゲさらにプレッシャーをかける。これは当たらず。プレイヤー2この画面バーアウト。意図していたか。弾力がリバサ選択。え前ジャンプを仕掛けるか。プレイヤー1打ち込んでいく。あやりたい放題だ。ここでカウンターが入った。危ねえ。あぶねえ。マノン嫌い。ブレイドを盾にするか。パリしながら主導権を受け止めながら。プレイヤーはドライブゲージが空になるのはまずい。どうするこの状況。対空キッチ。次はどの引き出しを開けるか。プレイヤー1バーンアウトをしのげるか。ここで一気に壁までもつれ込んだ。お互いここはゲージを使って SA 選択。まとまったダメージが欲しいか。ここから試合は終盤戦。緊張感が増していく。あーミスった。最後は投げの選択肢。プレイヤー2ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ドライブインパクトが当たらない。ここは飛び道具で牽制。TCQ でコンボを伸ばす。プレイヤー1ここでの押し引きが重要。チャンスでもあるが入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。ソニックハリケーン広範囲で使いやすい。さあ近距離のせめぎ合い。そして安定のパニー。苦しいところ最後はパニッシュカウンター。ダメージ以上に意味のある一撃が決まった。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。さあファイナルラウンド、勝利の女神はどちらに微笑むのか。さあここでエース試合を動かしに行く。投げが決まった。プレイヤー2壁のプレッシャーを使えるか。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。頭上のガラキ削る距離だが、ここで弾を打つ。正確に砂漠ブレイドを盾にするか。ジャンプ攻撃は可能。なんとかしのいだ。叩き落とす。飛びは通さない。これ以上はまずい。壊れちゃう。ここはどう出る。ここは弾打ちペースを変える。しのいだ。ソニックブレイドで自分のターンに。
さあこれは痛いぞ。どうにでもなる体力さ。逆転の青写真はどう描く。この一撃は食らえない。なん起死回生のドライブとなるか。前ショット決着。さあこの試合は切り取って SNS に上げちゃおう。そうしよう。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。上から来た。この飛びはガードの間に合う。さあマネージドレ着実に投げを強化していく。なんとかして触りに行きたいが間合いどりが絶妙。プレイヤー2まずは体力をリード。両者次はどうする。ジャンプ攻撃はしっかりガード。プレイヤー1相手を壁に押し付ける。壁を背負わせているだけでリターンが高い。積み重なるダメージが重い。さあダウンから KO。 プレイヤー1ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。躊躇せず襲いかかった。これは相当出来上がった。サマーソルトで切り返す。プレイヤー1激しい殴り合いを制して次のラウンドはどう動く。ここからよ。壁に追い詰めた。チャンスになる。上から来た。ここが正念場。気合を入れろ。ああ。最終ラウンドここ一番がやってきた。よかったね。ファイト。ブレードでラインを上げていく。ガードする。受け止めながらおっしりとした両者立ち当たらない。大きな隙を探すぞ。打たせて取る。鮮やかな差し返し。プレイヤー1ギリギリのドライブ管理できるか。クロスファイアを狙っていた。これは大きな一撃。アウトする。終わりかねない。プレイヤー1絶望のバーンアウト状態だが、ここはどうね。マンシャンプを仕掛けるか。プレイヤー2 SA ゲージ差を生かしたい。画面端試合は大きく最悪。いけるか。頭上がガッケッ最悪。プレイヤー2最悪すぎる。伝わってきた。よく勝った。最悪すぎる。このタイミングでこの対決が実現してしまったか。ジェニーだ。注目のファーストラウンド何が起きる。飛び道具で相手を動かしていくか。さあ前足一つリーチの荒技でしっかりダメージを与えている。激しいつばぜり合いが続く。うまくパリーを使って展開を作っていく。プレイヤー1さあ追い詰めた。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。届いた。プレイヤー2まずは流れを作った。このリズムのままずっと入ったんだ。モニアとモニアの誰。手の内はある程度見えた。両者は今何を持っているか。プレイヤー1先ほどは押し込まれていた。マジで逆転の糸口はあるか。両者何を狙ってどう動くか。さあ飛びはきっちりガードで対応。焦らずどっしり構えている。ジャンプ攻撃はガードをさせた側が有利なのでなるべくキックで打ち落としていきたいところだが、プレイヤー2軽
壁のプレッシャーを使えるか。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。ラグ、パイクきっちり。ラグいんだが、ジャンプからの強力な攻めを見事に潰している。さあ良いレベルは4。どう仕掛ける。一旦距離を置いて様子を。反応しない。え、ピンが高い。なんだこれ、ラグすぎる。ソニックブレード対応を迫るか。この飛びはガードが間に合う。プレイヤー1、ラグいんだけど、なんで。おっと、これは読んでいたか。サーバーをお見舞い。プレイヤー1 KO。 プレイヤー2、一気にショットを決めた。ゼータすごいな。両者の対決が果たしてどのようなドラマを生み出すのか、発目せよ。さあ試合開始、実況解説は R でお送りいたします。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。ここでダイヤ縛り、リーチのあの技でしっかりダメージを与えている。なんとかして触りに行きたいが、マイドルが絶妙。長い。ダイヤ縛りが伸びる。ここから試合は終盤戦、緊張感が増していく。ここはガードでしのぐ。さあ逃げ場はなくなった。どうしよう、 KO。 プレイヤー1、貴重なラウンド選手、この好機を生かせるか。ダイヤ成功。さあその後、意識の外でチャージ成功。試合は始まったばかり。まずはニュースリッパー、相手の動きを見極めてどこから崩してみせる。足元を狙っているか。さあこれで画面端、後がなくなった。端に追い詰めて対空出るね。チャンスがやってくる。遠距離はタワーを打って攻めのドライブラッシュ、一気に間合いを詰めてきた。さあ近距離の攻め合い、そしておっと、これは読んでいたか。サーバーをお見舞い。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンス。おっと、ここでクリティカルアーツ。プレイヤー2、ドライブなしで気合でしのげるか。危ねー。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。いきなり挨拶の一発、外野手が間に合う。これはいい切り返しとなった。ここで SA、 試合を動かしに行く。全てのゲージを注ぎ込む。出し惜しみを出した。ここからが大事。両者ゲームオーバードライバーズ、ここからチャンスになるか。よく見えてる。危険な距離、上は絶対に通さない。ブレイドを縦にするか。無演習できた。ダイヤシ、さあここから受け止めながら、どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。前に出て KO。 プレイヤー2、やり込みが色濃くにじむ。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。ここで一気に壁までもつれ込んだ。ラインを押していくことで有利な状況を作っていく。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。お互い引く気はないか。この近距離戦、PC をここで SA、 火力を上げる。ここから試合は、このスーパーアーツはどうだ。飛び道具でペースを変えていくか。時間だけがゆっくり過ぎていく。良いレベルが4になり、動きの幅が格段に広がった。プレイヤー警戒している。できている。バーンとしている。この逆境を跳ね返すか。鮮やかな逆転劇。プレイヤー1、ラウンドを取って圧力をかける。このままいけるか。両者の気合は見て取れた。ラウンドが重なる。
攻めのドライブラッシュ、サマーソルトで切り返す。危険な距離での殴り合いが続く。ダウンから両者画面端から中央での戦い、壁際の重圧から解放。さああと一発でゲージを使う判断どうなるか。プレイヤーはドライブラッシュか、投げる、投げ、うまく投げていった。前に出て飛んでいる。カウンターでとどめを刺していく。投げま、さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負だった。さあゲージを使ってきた。キッチン落とし、飛びはバレバレ、飛びは落とす。ジャンプからの強力な攻めを見事に潰している。ドライブラッシュで勝負をかける。スーパーズゲージを、まーしか、うまいこの人。出して惜しみを出した。プレイヤー2、ドライブガードが使えない厳しい状態、ここは強気で攻めていきたい。危険な距離だが、ここでドライブラッシュか。ソニック前に出てブレイドを盾にするか。ラッシュに行く、きっちり落として上級体を打って、いやうまいな、普通にうまいわ。プレイヤー1、一進一退の攻防の中にドラマがあった。まだまだやる気満々、連戦がお互いを高めていく。隙あらばマシン、上はしっかり見えている。ジャンプからの攻めを迎撃することはダメージ以上に重要、まずはしっかり落とせる技を選びたい。激しいつばぜり合いが続く。仕切り直す、それまでの動きから両者は何を感じ取ったか。さあワンチャンスで倒せる体力が近づいてきた。プレイヤー2、さあ追い詰めた。さあダウンから、さあここはうまくドライブ超級体、上から来た。ここは飛び道具で牽制。プレイヤー1、ここは踏ん張りどころ。ドライブゲージここでバーンアウト、焦らずゲージ状況を見て。さあここからは差し合いの領域となる。体力はわずか、どちらも仕掛けづらいか。 KO、これねうまいわ。ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。飛んでいる、ここは SA を選択。この判断がどういう結末を生むか。どちらが勝ってもおかしくなかったラウンド、それだけに気は抜けない。さあダウンから、ここで飛んでいる、何を狙っている。ソニックブレイド、対応を迫るか。プレイヤー2、ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。プレイヤー2、ゲージ管理が難しい、ドライブはしにくい。下から打ち抜いた、足元をすくっていく。ドライブラッシュで前に出る、ここで SA、 試合を動かしに行く。決まった、こうなっては全てジェイソンの手のひらの上、月が裁縫。さあここからプレイヤー1、このスーパーアーツで形勢は互角、ここからが正念場だ。仕切り直しの距離からどうする、壁際の手を変化してきた、ダイヤシが間に合う。プレイヤー2、ドライブなしで気合でしのげるか。ドライブなしか、インパクトは受け止めた。気づけば容易レベルが4だ、このスーパーツはどうか、読み切っている、ダイヤシ。さあそしてここはサマーで勝負していく、体力はもうない。ゲージをドライブなしで勝負をかける、たまによるユースケー。いやー、息の詰まる死闘でした。両者に拍手を送りたいですね。普通に強かったな。あと一瞬でやめるか。CR カバーじゃん。ジャピー、戦いは一期一会、出会ってしまったからには倒すしかない。
さあ開幕、両者はどう動くか。ひとまず相手の出方を見る構えか。弾で一息つきたいところ。飛び道具を使って遠距離でも息つく暇は与えない。打つかすかすか踏み込むか、地上の駆け引きの間合い。禁止を使ったコンボルート。両者次はどうする。上から仕掛けていく。次はどの引き出しを開けまさか誘導していたのか。ストリボーグで締める。分身が襲いかかる。さあしっかりと距離を取って、退路はもうどこにもない。弾を撃つ。さあ弾をさばいて KO。 プレイヤー2ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。ストリボールからエリア1、体力的は優勢。攻守の役割は見えている。さあここからは差し合い、受け止めつつ攻撃する。 SA ゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。なんで当たんねえ。ここが正念場、インパクト。多少の被弾をしても辞さない。このタイミング、この対立はクリティカルアースになる。全てのゲージをダメージに変えて決着に迫る。上叩き落とす。両者対戦、この通りは見えている。プレイヤー2、これは見逃す。次はどうする。ここでもドライブインパクトはヒットする。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。ブレイドを盾にするか。さあ勝利を手にするのはどっちだ。でこれはどうなる。打たせて取る、鮮やかな差し返し。硬直への反撃にドライブインパクト、バニッシュカウンターになりチャンスがやってくる。プレイヤー超反応の空投げ対空、これは見逃す。きっちり落として上はダメ。なんだ、ドルマなんだ。ここで距離を取るか、弾を使って相手を動かす算段か。前のめりの一撃は不発となった。さあここからプレイヤー2、起死回生受け止めている。 DC 戦でここで勝負あり。ふざけやがって。一進一退の攻防の中にドラマがあった。逃げやがった。もう一戦、あの JP マジで。戦いは一期一会、出会ってしまったからには倒すしかない。さあファーストラウンド、注目していきましょう。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。プレイヤーは相手を壁に押し付ける。壁に追いつける。あ、こいつうまいかもしれん。ちゃんと見てるわ。チャンスを増やしていく。うまく位置を入れ替えた。この距離は飛び道具を使う。硬直するんだけど、なんで。プレイヤー1、まずは、ふざけんなマジで。このリズムのまま倒しきれるか。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。さあコンボはきっちり、対空きっちり。ジャンプからの攻めを迎撃することはダメージ以上に重要。まずはしっかり落とせる技を選びたい。プレイヤー2、若干体力リード、どうにでもなる状況。お互いどう展開を作るか。遠距離はタワーを打って静寂を破る。間髪入れずに打っていく。しっかりサマーソルト、距離はできた。追うか、手の届かない安全な距離へ。プレイヤー2、うまく投げが通った。どう崩していくか。ジャンプ攻撃が通って大きなダメージになるか。わずかなミスが命取りになる状況。どこを見る。ガチリハンの一撃。どうなる。いやー、やっちゃった。プレイヤー1、
このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。上から来た。さあドライブを一つ。この試合を作っていた重要な立ち上がり。お互いに被弾は少ない状況。どこからダメージを与えていくか。アリアナはどこにある。さあなんとか壁際は回避できたが、また余談は許さない。両者次はどうする。大きく間合いを取って、ここからターゲットコンボを叩き込む。プレイヤー1、ここで体力は厳しい状況だが、ドライブゲージはたっぷりある。またいける。仕切り直す。ここは飛び道具で牽制。さあダウンから投げ。さあここから飛びは通さない。投げてプレッシャーをかけつつも体力差はある。 KO。 プレイヤー2、ラウンド先取。この精神的優位を生かせるか。立ち上がり飛び道具を使ってリズムを作るか。上から来た。プレイヤー2、前回のラウンドではドライブゲージを常に確保したまま勝利していた。ドライブゲージをいかに減らさずに立ち回るかが今後重要になってきそうだ。壁際も相まってだが、かなり激しい戦い。 KO。 プレイヤー2、見事な勝利。この調子で連勝回復を続けるか。次はどんな試合展開になるのか。どんなドラマが生まれるのか。ジャンプが噛み合って、さあ一気に壁際に連れ込んだ。さあ投げが入って、ここから投げを迫る間合いにうまく入れている。さあまずは飛び道具での牽制。次はどの引き出しを開けるか。飛びが刺さり、相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。プレイヤー2、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。バーンアウトになっている今、ドライブゲージを消費するあらゆる行動ができなくなってしまうため、立ち回りが難しくなる。ターゲットコンボを叩き込む。こかしてからのプレイヤー1、届いた。プレイヤー1、貴重なラウンド選手。この攻撃を生かせるか。ここはガードでしのぐ。ここまでゆっくりとした立ち上がり。試合を動かすのはどちらか。相手の動きを見極めてどこから崩してみせる。上から仕掛けていく。さあここから投げて、心の隙間を塗って大きなダメージに変えた。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。来るか。 SA ゲージが両者にはある。ここで SA、 試合を動かしに行く。3本使ってクロスファイヤーサマーソルト、ソニックとサマーの合わせ技。プレイヤー2、これで体力は5分。一気に追いついた。何を狙っている。どう崩していくか。前ジャンプを仕掛けるか。ドライブして、ここはサマーで勝負していく。頭上がガーキー。苦しい状況、ひとまず距離を取れ。ここは弾打ちベースを変える。両者下がる。苦しいところ、わずかなゲージを使っていく。体力に余裕はないぞ。やるしかない両者。さあこれは痛いぞ。プレイヤー、危ねえ危ねえ。やるしかない、駆け抜けるしかない状況。火力打っていく。さあファイナルラウンド、勝利の女神はどちらに微笑むのか。下から打ち抜いた。ジャンプからの強力な攻めを見事に潰している。何を狙っている。ソニックブレイド、対応を迫るか。ここで投げに行く。ダウンから、この状況は投げへの意識が高いか。さあ互いの狙いは互いに見えているか。ドライバーできる両者、潤沢なゲージをどう使うか。非常に消耗が激しいこのゲージ、多い状態をキープすることも勝つための戦略となる。なんとか端から押し返した。壁際の重圧から解放。残り時間は10分。頭上のガラキー。時間はあと半分。いい投げ。クリア。この一撃は食らえない。
さあこれは痛いぞ。どうにでもなる体力さ。逆転の青写真は投げを通して決めた。終了。プレイヤー1、一進一退の攻防の中にドラマがあった。おつ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 。ぜひフォローしてください。ほなほな。